青森県西部津軽地方、富士山のような綺麗な三角形の岩木山、その西側に流れる赤石川流域には日本の滝百選の黒熊の滝があります。鰺ヶ沢町の綺麗な沿岸部から赤石川沿いに北上山地の方へ抜ける道へ入ります。案内に従い進んでいくと、一面に広がる田園の風景。9月終わり頃、黄金色に染まる田んぼの景色は非常に美しく、都市部に住む人にはこれだけでも見る価値がありそうです。徐々に白神山地の山々が迫ってくる様子もまた面白いです。その先には公園、自然観察館、白神キャンプ場などがあり、それを越えると道は細い林道へと変わります。川沿いの林道は所々で木々が開けて、美しい赤石川の流れを見せてくれます。しばらくして黒熊の滝の駐車場が現れます。入り口は駐車場のすぐ奥の橋の横にあります。川沿いの山道を登っていきます。山に囲まれた澄んだ空気と木々の緑と、とても心地よい道中です。遊歩道の終点まで行くと、黒熊の滝の姿が見えてきます。綺麗な緑色の間を優雅に流れる姿はまさに絶景です。道はここまでですが、せっかくなので近くに寄ってみます。遊歩道終点の先は道が陥没しているため、絶対に真似しないでくださいね。俯瞰してみるよりも水量はかなり多そうです。岩壁から滴る水、張り出すような緑の絨毯、そして正面には大きな滝。ものすごい水しぶきで滝壺の真ん前までは寄せつけさせてくれません。